はい、こんにちは、116インズです。今日は ALCS 第7戦が行われまして、レイズが4対2で勝利し、2008年以来のワールドシリーズ進出を決めました。レイズはこのシリーズ3連勝した後に3連敗してしまって、まあ、逆に追い込まれてしまった形にはなったんですが、第7戦初回にランディ・アロザレーナのツーランホームランで先制し、さらに2回にはマイク・ズニーノのソロホームランで早速追加点も挙げて優位に試合を進めることがこの試合できましたね。投手陣も調子のいいアストロズ打線をなんとか2点に抑えまして、シリーズ3連勝からの大逆転劇は免れました。正直このシリーズはレイズが3連勝した時にはレイズがリーグの最高勝率ということもあって、あっさりと4戦で決まるかなと思ったら、アストロズが結構粘りまして、第5戦はカルロス・コレアにサヨナラホームランが飛び出し、そして第6戦はレイズのリリーフ陣を打ち崩しての勝利となりましたので、まあ非常に勢いのつく勝ち方をしてきたんですよね。こうなるとどっちが有利とも言えない、むしろ3連勝したアストロズの方が勢いがある分有利かもしれないというような状態で今日の第7戦を迎えました。ちなみにプレーオフでシリーズの中で3連勝した後に3連敗したチームは MLB の歴史上たった1チームしかなくてですね、2004年のヤンキースがそれに該当するんですが、このヤンキースは2004年の ALCS 3連勝した後に3連敗して、そして第7戦も投手陣が崩壊して試合とそしてシリーズを落としてしまいましたので、まあ、ある種ですね、レッドソックスの勢いに完全に飲まれてしまったようなチームになったんですね。今回のレイズはそんな2004年のヤンキースに続く史上2例目のプレーオフで3連勝した後に3連敗したチームとなったわけですが、ヤンキースの悲劇を回避するためには投手陣の頑張りというところが非常に重要だったわけですね。そして投手陣は見事にその期待に応えまして、チームを救ったのは今日の先発投手であるチャーリー・モートンですね。モートン今日の先発6回途中無失点と、まあ、非常に素晴らしいピッチングを見せまして、ここまでアストロズに傾いていた流れをピタッと止めるような、それぐらい素晴らしいピッチングでしたね。モートンはポストシーズンでの経験も非常に豊富な選手でして、それこそレイズに来る前はアストロズでプレーしていた選手なんですけれども、シリーズの勝者を決める試合で通算3勝無敗と、まあ、非常に強さを見せているんですね。2017年の ALCS 第7戦、そしてワールドシリーズ第7戦、さらにレイズに来てから昨年のワイルドカードゲームと、今日負けたらシーズンが終わるといった大事な試合で強さを見せてくれる、まあ、非常に頼もしいベテラン選手ですね。モートンはこのシリーズ第2戦にも先発して勝利投手になっていますが、第2戦無失点には抑えましたが、毎回のようにランナーを抱える、まあ、非常に苦しい展開ではありましたので、今日の先発でも同じようなことにならなければいいなと考えていたところ、第2戦とは打って変わってほとんどランナーを抱えないほぼ完璧なピッチングを見せてくれましたね。モートン獲得に際してレイズにしては珍しく2年総額3000万ドルという大金を積んでモートンをタンパベイに連れてきたんですけれども、今日の先発はその投資に見合うだけの価値がある先発だったんじゃないのかなと思います。今日のモートンはとにかくアグレッシブにストライクゾーンを攻めていた印象がありますね。今日投げた66球のうちストライクは48球、割合に換算すると 73% ということで、まあ、非常に高い割合なんですね。ゾーン内にそれだけ投じれば今のアストロズ打線ならどんどん強打する可能性もあるんですけれども、そういったことはほとんど気にせず自分のリズムに持っていこうという姿勢がモートの中にはあったんじゃないのかなと思いますね。その結果アストロズのバッターたちもどんどん早いカウントから勝負を仕掛けざるを得なくなってしまいまして、実際モートンとの22打席のうち14打席は3球以内で決着しているんですね。まあアストロズ打線が早打ちしたというよりも、モートンのリズムにアストロズ打線が乗せられてしまったような、そんなバッティングにも見えましたので、今日の試合の流れを作ったモートンのピッチングは本当にお見事だったなと思いますね。今日のモートンのピッチングのヒートマップ載せていますが、ゾーン近辺めちゃくちゃ赤くなっていますよね。まあそれだけ今日のモートンがストライクゾーン近辺を攻めたということがよくわかるヒートマップになってるんじゃないのかなと思いますし、またシーズン終了がかかった大事な試合で、普通のピッチャーだったらまあちょっと受け身になってしまってもおかしくはないような試合の中で、モートンがこれだけ積極的にどんどんストライクゾーンを攻めていったのは、まあ、さすが大一番に強いだけあるなと思いますし、またこういったプレッシャーのかかる試合でこそ攻める気持ちを忘れない選手が大一番で任せてもらえるような選手になるんだなと非常に感じました。ただこれだけ良かったモートンですが、6回ですね、2アウト1塁3塁というこの試合実質初めてのピンチを迎えました。6回入ってからマルドナードにフォアボールを与えたりですとか、まあ、ちょっとスピードも落ちてきたりですとか、まあ、ちょっとですねモートン疲れが見えてきたなというところではあったんですけれども、ただ投球内容としてはまだゼロに抑えていましたし、球数も66球ということで、通常だったら交代を選択しないところ、キャッシュ監督はここで継投を選択しましたね。この継投はちょっとびっくりしましたね。ツイッターでもちょっと話題にはなっていましたが、これだけいいピッチングをしていたモートンをあっさりと下げる、
レイズは第6戦でブレイクスネルをかなり早い段階で交代させてディエゴ・カスティーヨを投入したところ、まあ、そこから一気に崩れてしまいましたので、そういったところも頭によぎってもおかしくはない場面だったと思うんですが、このあたりレイズは当初のゲームプラン通りに忠実に今日も動きましたので、まあ、この辺はさすがだなと思いましたね。自分たちが正しいと考えている選択肢を取り続ける。もちろんその選択は時に失敗することもありますが、一度の失敗で慌てることなくプラン通りに進めたからこそ今のレイズの強さがあるんじゃないのかなと思いましたね。レイズはここでリリーフの柱であるニック・アンダーソンを投入して、今日はしっかりとピンチをしのぐことができ、事なきを得ました。その後7回以降はアンダーソンが続投し、8回途中からフェアバンクスに繋いだんですけれども、アストロズ打線も最後の追い上げを見せまして、8回にはカルロス・コレアの2点タイムリーで2点差に迫ったりですとか、毎回のようにランナーを出してレイズの投手陣にプレッシャーをかけていきましたが、要所でアンダーソンとフェアバンクスが踏ん張りましたね。なんとか最後はアストロズの反撃を振り払うことができ、4対2で逃げ切ることができました。冒頭でも言いましたが、2004年の ALCS でのヤンキースは、第7戦で投手陣が崩壊して3連勝から4連敗してシリーズ敗退という大逆転劇を食らってしまいましたが、今年のレイズについては先発のモートーに始まり、そしてアンダーソン、フェアバンクスとリーフ陣も踏ん張って、2004年のヤンキースの二の舞はなんとか回避することができました。ということで土壇場で踏みとどまってワールドシリーズ進出を決めたレイズ、 NL の勝者はまだ決まっていませんが、来週からはいよいよ世界一を目指しての戦いが始まることとなります。前回2008年にワールドシリーズに進んだ際にはフィリーズの前に1勝4敗と、まあ、レイズらしさを発揮する前に負けてしまった印象がありますので、2回目の今回はぜひですねレイズらしさを発揮していいシリーズを見せてほしいなと考えています。個人的に注目したいのは ALCS で MVP に輝いたランディ・アロザレーナがワールドシリーズの舞台でも同じようにインパクトを与える活躍を見せればレイズ打線も非常に勢いづくと思いますし、レイズの投手陣の力を考えれば十分初めての世界一となる可能性もあるんじゃないのかなと考えています。また同じ日本人としては筒香選手の活躍というところにも期待したいですよね。ここまでのポストシーズン、まあ、速球があまり打てないこともあってなかなか活躍することができていないんですが、レイズは ALCS でブランドン・ラウやオースティン・メドウズといった左バッターがちょっと苦しんでいる状態にありますし、またケビン・キアマイヤーもデッドボールの影響がまだ残っているようですから、アプローチの良さを考えて筒香選手を使ってみるというのも個人的には全くなしではないと考えているんですけれども、このあたりキャッシュ監督がどういった判断を下すのか、ワールドシリーズ注目して見ていきたいですね。今年のワールドシリーズは日本時間の水曜日から始まりますが、どのチームが世界一となるのでしょうか。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビーに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。